シャワー最高の準備しようぜ。5回の全国制覇を誇る東海大大阪仰星、今年のチームの注目はトライゲッターの小池蓮司選手です。彼の武器は、そう、このキレッキレのステップ。相手の逆をつくことを意識しながらやっています。そのステップでトライを量産し、夏の7人制全国大会では MVP を獲得。地区大会決勝でも独走トライを決めるなど、チームを花園へ導きました。そのまま小池が行きました。そんな小池選手にステップの秘訣を聞きました。一つ目は、練習前に毎日欠かさず行っているというスキップ。キレは大切なんで、しっかり地面を踏むってことを意識してあの練習はやっています。2つ目はこの強靭な太もも、太さはなんと60センチ。モデルさんのウエストと同じぐらいですかね。この太ももはダイナミックなウサギ跳びの賜物なんだとか。努力家で爽やかな小池選手、さぞかしモテるんでしょうね。あんまりモテないですけど、これから期待します。花園でも小池選手の華麗なステップに注目です。できる限り、ボールを持ったらトライを取りたいです。優勝を目指して頑張りたいと思います。